ファーストフード、ファーストフード、またはファストフードとは短時間で調理、あるいは注文してからすぐ食べられる手軽な食品や食事のこと。日本語のファーストの文字からは最初を意味する英単語のが連想されることもあるが、そうではなく、早いを意味する英単語のファースト、米英語では FST、記事的にはファストと発音するに由来している。 料理と共に、それらを提供している、外食産業について記述する。食文化は、民族、地域によって異なるため、それらの枠を超えて広がるには、時間がかかり、それどころか、全く伝播しないことさえある。米国は多民族国家であるため、民族、出身国、人種、アメリカ国内での地域差などで分かれる食文化の枠を、超えなければ、大きなビジネスにはならない宿命があった。 ファーストフードの始まりは、アメリカ国内における民族、地域の枠を超えて、民族を横断的に受け入れられる味付けであったことも、去ることながら、エンゲル係数が高かった時代に、安価で、あ、ことが、最大の武器となって広まった。中産階級においては、安価であることよりも、手軽に食べられ、食物エネルギーが大きいファーストフードは、労働効率を上げる食事として受け入れられてった。 ハンバーガー、ホットドッグ、フライドチキン、サンドイッチ、ピザなど種類ごとにフードチェーンが作られて大企業化していった。第二次世界大戦後、チェーン店が本格的に外国に展開し始めた。しかし、アメリカのノウハウそのままで海外進出した場合、為替の問題でファーストフードはかなり高額な食事になってしまった。特に、 牛肉食の文化があまりない国に出店する際は、材料の入手でさらにコストが上がり、ファーストフード、イコール富裕層の食事という、アメリカ国内では考えられない図式で導入される、こ異なった。海外進出初期においては、安価ではないファーストフードであったが、アメリカ資本の巨大フードチェーンの進出は、競争力のないそれぞれの国の国内産業を圧迫するとともに、 米国の文化侵略の象徴とみなされ、出店規制が行われることが多々見られた。健康に関する知識の疎い貧困層ほど食事に占めるファーストフードの比率が高く、そのために貧困層ほど肥満になりやすいことが報告されている。また調理に時間がかからず、安価な点からファーストフードを選ばざるを得ない事情があるという。自国産業を保護する政策が強く、 巨大資本のアメリカ系企業に規制がかけられている国がある。特にフランスではアメリカ資本のファーストフードチェーンは少ない。しかし国内企業のファーストフードチェーンや個人経営に近いファーストフード系の店は見られ、パニーの、グレック、シシカバブのようなアメリカとは異なった種類のファーストフードを見られる。アメリカの主導するグローバリズムの象徴として ファーストフードが取り上げられる場合もあり、反、グローバリズム、スローフード、フェアトレードなどの経済論理と文化論が混ざった、反、ファーストフード運動が見られる。江戸時代には、蕎麦、天ぷら、寿司、おでん、うなぎ、串焼きなどが街中を流す屋台で手軽に素早く食べられる料理として売られていた。アメリカ式のファーストフードは1970年代初頭に、 日本に流入してきた。1970年に英国のウィンピーをはじめ、ケンタッキーフライドチキン、ドムドムハンバーガー。1971年にマクドナルド、ミスタードーナツ。1972年にロッテリア、モスバーガーが出店を開始した。なお、米軍統治下の沖縄県では、1963年に北中グスク村に A&W の1号店が開店している。 なおモスバーガーは他のハンバーガーチェーン店と携帯は似通っているが注文を受けて調理している等の違いがあることからハンバーガーレストランに分類されファーストフード店には該当ないという解釈もある。日本にはアメリカ系チェーンだけではなくアメリカ以外のチェーンがある。安い、早いというキーワードで立ち食いそばなど古い食文化がファーストフードとなったのみならず牛丼、ラーメン、 カレーライスなど近代になってから日本で展開されるようになった食文化もファーストフードチェーンとして営業している。ファミリーレストラン、定食や回転寿司のような店内で座席に座るものから弁当、菓子パン、惣菜などを売る軽食産業は広がっている。また、かつて屋台で食べられていた安くて早い軽食も常設の料理店で提供されるようになったものが多く。 これらの料理すべてがファーストフードと一括りにされることはない。ファーストフードは安さが売りの一つである場合が多く、経営者が人件費を下げる必要性に迫られる場合が多い。そのためスキルを必要としない経営が行われ、鍵、またはマニュアル化された手順書を用意し、常用社員ではなく非正規雇用者を雇用し、主婦や学生などをパートタイムで雇用することが多い。 中国でファーストフードは解散クワイツァンと呼ばれるが必ずしも欧米風のものを指すわけではなくトレーに中華料理を持って食べさせる定食屋などにも解散の看板が掲げられている。中国では1980年代に始まった改革開放政策の結果ケンタッキーフライドチキンやマクドナルドなどの世界的ファーストフード店が大都市から出店を始め すでにかなりの地方都市にまで普及している。民族資本系洋風ファーストフードチェーンでは中国、台湾合弁のディコスが最大手である。もともと中国にある麺類や餃子、ちまきなどの点心もファーストフードの性格を持っているが欧米のチェーン店に次いで台湾資本の投入を売り物にするファーストフード店が人気を集めようになると中華料理を基本にした。 ファーストフードチェーンも主事をオープンするようになった。最近では台湾風のおにぎりチェーンや、ひしきのラーメン店や、カレーライスの店などにも人気がている。国は本社、本店所在地とする、回転寿司店、立ち食いそば、うどん店。2003年の世界保健機関、フーの報告書は、ファーストフードは肥満と関連すると報告している。 2007年の世界癌研究基金による報告書は癌予防のためにファーストフードの摂取を控えにすべきだとしている。アメリカではマクドナルドやペプシコなど11の主要なメーカーが12歳以下の子供にファーストフードなどの広告をやめることで合意している。2009年台湾政府はファーストフードなど不健康な食べ物に特別に課税する方針。 食生活の改善と肥満低下を目的としている。同国では肥満の子供が4人に1人以上になっており、肥満問題が取り上げられている。米国でも問題となっており、米成人の実に3分の2が肥満となっており、医療費支出は900億ドルを超える。妊娠前にファーストフードを頻繁に食べた場合、糖尿病折りリ,リスクが増大することが報告されている。 英語のに対する日本語は、ファーストフードというカタカナ表記と発音が主に浸透した。日本放送協会、NHK が2002年度、平成14年度に行った調査では、ファーストフードという国民が72%と多くを占めた。工事園、第6版、明教国語辞典、第2版、ジーニアスワイ辞典、第2版などの見出し語も、ファーストフードが用いられている。 この食事形態の外食産業が加盟する業界団体の日本フードサービス協会もファーストフードに表記を統一している。一方、日本のマスメディアではをファストと発音、表記することに決めているため、共同通信社をはじめとする大手通信社、日本新聞協会、NHK、日本民間放送連盟ではファストフード、ローマ字表記を統一表記としている。 日本語は単母音、一音節イコール一モーラと長母音、一音節イコール二モーラ、超音等を区別する言語であるため、その特徴を生かしてを、ファストを、ファーストと言い分けることで、カタカナ化された外来語の意味の混乱を回避しているとの説明もある。早いと、最初は意味が異なるが、を、っと語気するなど、表記の混乱がしばしば見られる。故に、ファストフードが、 より混乱のない書き方であるとも言える。近年はファストファッションの浸透やメディアなどの影響によりファストフードというものも見受けられるようになった。また、の発音が FST、米国英語、F、ショートトーン、英国英語であるためにが主に米国英語由来の単語であることを考慮した場合、ファストフードが日本語の言語主義の関連表記により従ったうつつであろう。 ただし、の音と F の音を日本人は適切に発音できないことが多いので、カタカナ読みで日本語風にファストフードと発音しても原音とはかなり違ってしまう。米国、英国のその発音はオンラインの辞書などで聞くことができる。なお、厚生労働省はどちらにも統一していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。